史上最速の特殊船舶スピリット・オブ・オーストラリア、オーストラリア国立海洋博物館像。スピリット・オブ・オーストラリア、ニューサウスウェールズ州の町、トゥームッドにある展示品。水上速度記録とは、船舶を用いて、水面上で行われる、速度を極めようとする人類の記録である。具体的には、記録への挑戦者が、相反する方向へ1回ずつ船を走らせ、その平均速度が記録として認定される。現在は、オーストラリアの県 OB が、同国のニューサウスウェールズ州にあるブロワリングダムにて、ジェットエンジンを搭載した木製のモーターボート、スピリット・オブ・オーストラリアを使って1978年10月8日に記録した 317.596 マイル毎時が史上最高記録である。なお、水上速度記録はヤードポンド法による数値が主体となっており、メートル法の数値は換算されたものである可能性がある。水上速度記録は挑戦者の自己死率が非常に高い。危険な記録であり、ジェットエンジンが記録更新に使用されるようになった1950年代以降は、最終的に生還した挑戦者はほとんどいない。イギリスのレーシングドライバーであるジョン・コッブは、1952年9月29日にネス湖でジェットエンジンを使用したクルセーダーで記録を狙ったが、推定240マイルパーアー付近で先端が崩壊し機体が水面に叩きつけられて分解し、死亡した。イタリアのパワーボートレーサーであるマリオ・ベルガも1954年10月8日に、イゼオ湖でピストンエンジン付きのラウラ3で挑戦したが、機体がひっくり返り死亡した。イギリスのレーシングドライバーであるドナルド・キャンベルは、1955年7月23日に、ブルーバード K7 で史上初の平均速度200。マイルパーアワー突破を達成し、それ以降、1964年までの9年間で、先の記録を含めて7回連続で世界記録を更新した。しかし、アメリカ合衆国のリー・テイラーという挑戦者が現れたことで、1967年1月4日に、湖水地方の湖コニストンウォーターで、ブルーバード K7 によって300マイルパーアワー超えを狙ったものの、無理があったか。推定320マイルパーアワー付近で機体がひっくり返り、船ごと水面に叩きつけられたドナルド・キャンベルは死亡した。ブルーバード K7 の残骸及び彼の遺体は2001年になってようやく引き上げられている。一方、テイラーは1967年6月30日にハスラーで 285.22 マイルパーアワーを叩き出し、世界記録を更新している。しかしテイラーの記録も1977年11月20日、オーストラリアの県 OB によって塗り替えられた。記録は 288.60 マイルパーアワー。オーストラリアはニューサウスウェールズ州にあるブロワリングダムにて、スピリット・オブ・オーストラリアによって達成されたものであった。さらにあくる1978年の10月8日には、同所にて同船に乗った OB は 317.596 マイルパーアワーの大記録を打ち立てた。それ以来、この数値が世界記録であり続けている。また、平均速度で300マイルパーアワーを超えるスピードを出した挑戦者の中で生還したのは OB のみである。OB の記録に対して、テイラーは史上初の過酸化水素による一液式。ロケットエンジンを搭載したディスカバリー2によって記録更新を狙ったが、1980年11月13日にタホ湖でのテスト航行において330マイルパーアワーに達した時に船体が揺れてフロートが波に衝突、破損したためにバランスを失い、水面に叩きつけられて死亡した。ドラッグカーレーサーのクレイグ・アーホンスも1989年7月9日に米国フロリダ州のジャクソン湖でアフターバーナー搭載のジェットエンジン推進によるレイン X チャレンジャーで記録更新を狙ったもののアフターバーナーに点火直後、推定301マイルパーアワー付近で機体が空中に放り出され水面に叩きつけられて死亡した。OB はその後もチャレンジを続けたが記録更新には至らず、2007年に記録更新のチャレンジから引退している。その後も時速300マイルパーアワー以上の記録を更新するための計画は続けられているが、現在、実現には至っていない。ありがとうございます。